皆さんこんにちは、森谷ドラムスクールの森谷です。本日はですね、タイトルにもあるんですけども、嘘発見器にかけられたというね、嘘みたいな話をしたいなと思ってます。そうなんですよ、僕嘘発見器にかけられたんですよ。あります？嘘発見器にかけられたことって。皆さん、そう、まあとあるね容疑にかけられまして、嘘発見器をねかけられたことがあるんですよ。僕は7年ぐらい前の話なんですけど、まあ僕ドラム講師をやってたんですけど、7年前も。でもまあドラム講師だけでは全然ご飯が食べていけないんで、たこ焼き屋さんでアルバイトしてたんですよ、当時ね。まあ働いてた時間で言うと朝から、まあ、昼過ぎぐらいまで、まあレッスンをね僕夕方からやってたんで、2時ぐらいまでね働いて、そっからレッスンに向かうという生活をしてたんですね。たこ焼き屋さんの仕事で言えば、まあ言ってしまえばオープン準備ですよね。朝、鍵開けて、で、電気つけて、鉄板温めて火つけて、で、タコ出汁を、準備してね、粉混ぜて、ほんで、お金を、出してね、レジのお金を用意して、で、オープンするという、オープン準備をやってたんですよ。オープン準備して、で、お昼のピーク回して、で、ピーク終わったら、まかない食べて帰りますって言って帰って、ほんで、レッスンに行くという日常だったんですよ。そう。で、とある時に、朝ね、その、まあ、いつものように、鍵開けて、電気つけて、鉄板温めて、さあ、じゃあ、レジのお金出そうと思って、金庫開けたら、お金がないんですよ。レジのお金が。レジのお金がなくて、あれ？って思って、店長に電話してね。店長は、まだ来てないんですよ。僕が来て、で、その、1時間後ぐらいに店長が来るんですけど、店長に電話してね、お金が、ないんですけど、どこにありますかみたいな感じで聞いたら、みたいな、店長が。金庫に入れたよみたいな感じで、本当ですかみたいな。でもないんですけど、みたいな感じで、なくなってるんですよ、お金が。そう。で、お金がなくなってて、で、仕方ないんで、その、レジの中にはお釣りがないんで、正直。だから、店長がお金を崩してきて、銀行で。自分のお金をね。自分のお金を崩してきて、とりあえず、そのレジの中に、そのお金を入れて、まあ、もうオープンしないといけないんで、お客さん来るんで、で、本社にも電話して、お金がないみたいな、お金なくなってますみたいな感じで連絡して、そしたら、ま、本社からお金持ってきてくれて、まあ、その日は終わって。で、なんか、で、まあ、本社の人も、ま、防犯カメラ調べたりとかします、みたいな感じで、対応してくれて、まあ、夜中にもしかしたら人が入って取られたんかもしれません、みたいな感じでね。で、その1週間後ぐらいですかね。に、またいつものようにオープン準備して、ね、こう電気つけて鉄板温めてさ、金庫からお金出そうと思ったら、お金なくなってるんですよ、また。あれ、またないみたいな感じで、で、店長に電話して、またなくなってますよ、みたいな感じで、みたいな、店長も。なんでみたいな感じで、2回なくなってたんですよ、レジのお金が。そう。あ、これは大変だということで、まあ本社にも連絡して、まあその日はまあなんとか営業を終了して。そう。で、まあ本社もなんかいろいろ調べたみたいで、なんかなんか防犯カメラを調べたりとか、まあ商店街の入り口やったんですけど、商店街の防犯カメラを、なんか防犯カメラを見せてもらって、ほんで、まあ防犯カメラをチェックしたりとか、なんかいろいろして、で、後日ね、その本社のお偉いさんみたいなのが来たんですよ。で、森谷くんちょっといいですかみたいな感じで、なんか、部屋呼び出されて。ほんで、その本社の人と、喋ったらですね、その本社の人が、まあ、いろいろその調べましたと。で、お店も防犯カメラがついてて、お店の防犯カメラも、なんか、映ってませんと、暗くて。そう。で、確かに森谷くんが金庫を開けた時に、あれ？みたいな感じになってると。そう。で、なんか、でも、外から入ってきた形跡はないですと、誰からも。誰も外から入ってきた形跡はなくて、で、防犯カメラに見たけど、どうやらそれ、これは外部の犯行ではないんですよ、と言われたんですよ、本社の人に。で、これはおそらく内部の犯行です、みたいな。そう。で、一番最初にそのレジでお金を触るのは、森谷くんですと。そう。で、森谷くん、
正直に言ってくださいと。もう今だったら警察に突き出したりしないんで、正直に言ってくださいって言われたんですよ。マジっすかみたいな。いや、ほんまにやってないんで、ちょっと勘弁してくださいと言ってて、そう。で、なんか、ほんまにやってない、もう警察でもどこでも行きますよ、みたいなことを言ってたら、そしたら、まあ、森谷くんを疑いたいわけじゃないけど、その、警察署に行って、その、嘘発見器を、かけてもらうように段取りしてますと言ってたんですよ。で、まあ、一応嘘発見器かけられるメンバーは、その時の店長と、あと僕と、あと僕が休みの日に代わりにオープン準備してくれてた、人が2人いるんですけど、合計4人で、警察に行って、嘘発見器かけられたんですよ。そうそう、レジのお金がなくなって、レジのお金横領してるんちゃうかっていうことで。ほんで、まあ、1週間後か、まあ、別の日にね、その警察に行って、なんかわざわざね、嘘発見器かけられに行ったんですけど、そう。ほんで、なんか、個室みたいな、めっちゃ取り調べ室みたいなところに連れて行かれて、なんか窓とかね、鉄格子がついてるんですよ。まあ、逃げないようにですよね、きっとね。ほんで、なんか小さい小部屋なんですけど、まあ、一人ずつ入れられて、で、奥に入れられるんですよ。その出口、その入り口の扉、側じゃなくて奥側、その鉄格子の奥側に入れられて、で、おまわりさんがそのね扉側に、来て、でなんか嘘発見器のなんか機械がね置いてあるんですよ、そのお部屋の中にね。でなんかね、確かね、頭とおでこのところと、あと指と、あと胸とお腹かなに、なんかそのなんかテープみたいなのぐるって巻かれて、まあ多分心拍数とかなんかいろいろね、こう、血流の流れとか、汗の量とか、多分調べてるんだと思うんですけど、その巻いて、で、壁に向かってくださいって言われたんですよ。いろいろつけた状態で壁に向かって、で、いろいろ、僕が質問しますと。そのおまわりさんが、僕に質問しますと。で、それを全部、いいえで答えてくださいって言われたんですよ。ほんまに嘘発見器ってこんな感じなんや、みたいな感じで、で、いいえで答えてください、みたいな感じで。そう。ほんで、壁に向かって、ほんで、その事件のことについて質問されるんですよ。なんか、その、レジのお金を盗みましたかとか、そのお金を盗みましたかいいえ、みたいな。夜中に忍び込みましたかみたいな。いいえ、みたいな。その、なんかそんな感じの事件の関連あるようなこと、その犯人がやりそうなことを質問されるんですね。で、それに対して僕がやってませんとか、いいえとかしてませんとかってで、まあ答える。まあなんか確かね、10問ぐらいの質問だったと思うんですけど、で、それで多分僕の汗の量とか心拍数とかを多分測られて嘘ついてるっていうようなことだと思うんですけど。そうそう。めっちゃ緊張しましたよ。なんか、あ、これ出たらどうしようみたいな。いや、本当にやってないんですよ。本当にやってないけど、なんか、ね、すごい緊張する状況なんで、出たらどうしようみたいな。犯人になったらお金返さなあかんのかなみたいな感じのこといろいろ考えて。で、なんか終わったんですよ。質問終わって、お疲れ様でした、みたいな。ほんで出て、で、まあ全員終わって。で、その日はまあ結果わからないんで、また後日、みたいな感じで、その、一週間後ぐらいかな、また一週間後ぐらいに、その本社の、その、僕を疑ってた、その、お偉いさんが来て、みんな、その、出ませんでしたと。だから嘘発見器は出ません、出なかったんで、皆さんが犯人じゃないということは証明されました、みたいな感じで。あ、よかった、みたいな感じだったんですけど、でもね、気分がいいもんじゃないですよね、こう、犯人扱いされてね。そう。でもね、なんか、まあ、その疑われてた他の、もう、まあ、店長は異動になったんですよ。他の店舗に異動になって、それがきっかけで異動になって、で、その、まあ、二人、同じように嘘発見器かけられた人は、やっぱりこんなんね、気分がいいもんじゃないんで、もうやめますってやめたんですよ。で、僕だけ、しばらくまた残ってたんですけど、確かにね、まあ、気分がいいもんではなかったんですけど、でもね、めっちゃ面白い経験やったなと思って、人生でなかなかないですからね、嘘発見器かけられることって。そう。まあ、疑いが晴れて、まあ、よかったね。犯人扱いされなくて、疑いが晴れてよかったから笑っていられるんですけど、でもちょっとドキドキしますよね、それはね。はい。そう。まあ、アルバイトしてたら、なんかいろいろあるなと思って、人生生きてたらいろいろありますよね。嘘発見器かけられることもあるし、ね、詐欺にかけられそうになったこともあるし、なんかいろいろありますが、
でもね、まあ、結果的に、すごいね、こう、いい人生経験で、まあ、こうやってね、こう、皆さんに、こう、面白、おかしく喋れる話題になったから、よかったなと思います。皆さん、どうか、嘘発見器をね、かけられるときは、気をつけてください。もしそんなことがあれば、気をつけてもらいたいなと思います。はい、そんな感じで、別にどうでもいい話でしたが、はい、また次の放送でお会いしましょう。さよなら。